今回購入紹介するのは、モスバーガーの福袋2023モス福袋特別予約用です。で、今回はモスバーガーとシナモンロールのコラボになります。で、これが多分表？多分ね。表で横にこんな風に。かわいい。いっぱい書いてあって、裏面がこんな感じ。かわいい。かわいいね。ちょうどこのシナモンロール。50周年。モスバーガーは50周年。で、シナモンロールが20周年。そうそう。のコラボ。です。だから情報ともなんで、記念っていうか、なんで、ちょうどコラボしたのかな。じゃあちょっとやっていきます。じゃあ一つずつ。じゃあまずこちらです。アイマスクかなじゃん。ふわふわヘアバンド。です。シナモンロールの顔。それがデコの方にいるのかなそうだね。後ろがこういうゴムが入ってるから、頭につけるやつです。かわいい。これがまず一つ。で、二つ目。財布？ミニポーチ？ミニポーチです。顔だけの刺繍。シナモンロールのね。で、チャックがついてて、小銭入れにもいいかな？ちょうど。うん。そう、リップ入れたり、寝薬入れたりとか、ちょっとしたね。何でも使える。うん。ポーチです。ミニポーチね。ミニポーチです。で、続いてこの、缶バッグね。その目玉だと。ポケットミラーだって。ポケットミラーだって。違う。缶バッジじゃないんだ。ただ、映っちゃうから一応このまま。こっちがなんか、どう見ても缶バッジみたいな。うん、缶バッジみたいな。ちょうどその何、シナモンロールがモスバーガー持ってるコラボって。そう、食べたりとかしてね。おめえらは、なんでポテトのジュースでいいな。メインは、値が。奪われる。っていう、ポケットミラーです。で、続いて、こちらになります。じゃん。ふんわりブランケット。なんか、ブランケットというかミニブランケットすごい。膝にちょろっとかける。ちょろっとかけるな。もしくはケツに引いた方がいいかもしれない。この下に何か引いて、なんだっけ何かを引いてこれを引いた方がいいかもしれない。うん。なんつうんだっけあれ引くやつ下に。レジャーシート。そう、レジャーシートの上に引いて、お尻をあったかくした方がいいかもしれない。70センチ ×50 センチ。うん。ちょっとちっちゃいような気がする。膝にかけるには。まあ、体育座りする、どうなんだろうね。ちっちゃいよね。ちっちゃめのやつ。50周年のと20周年の。50周年。と、20周年。20周年。なんだこれ。ハンバーガーの間にいるんだ。ああ、そうだ。収まってんじゃないやばっす。食べられちゃう。食べられちゃう。って感じで、これに、そう。お食事券みたいなやつ。そう。でもそれちょっと店名とか全部入っちゃってるね。がついてる。そう。ちょっと見せられないんだけど。それが3000円分なのかな ?500 円のやつが7枚。7枚。5円、3500円か。ついてる。うん。7×5 だもんな。3500円。分ついてる。そう。それでちょうど3500円なのかなそうそう。の福袋になります。そう。だからこれが完全におまけって感じうん。一応、その食事券で補いますよっていう。やつです。じゃあ、以上がモスバーガーとシナモンロールの、コラボの福袋。2023の福袋になります。かわいいです。